いざ参る。いざ参る。私ってまだまだいけるのだろうか。 私はまだ若いのか、それとももう若くないということを受け入れた方がいいのだろうか。 女子会だ。よし、早速女子会の参加者を集めるとしよう。 私はまだ若いんだ。
情けと容赦の文字はない。あの人の教えがあれば当然のこと。覚悟を決めろ。拒むのであれば容赦なく斬る。任務開始。宮城、女子会を開くからお前も参加しろ。女子会ですか。別に構いませんが。いざ忍び転身。女子会仲間は多い方がいい。痛みを分かち合えるからな。私の辞書に情けと容赦の文字はない。あの人の教えがあれば当然のこと。何事もノルマが終わってからが本番。任務開始。ハルカか。お前は判断が難しいな。鈴音先生、判断って何のことかしら。仕方ない、戦ってみて。いざ忍び転身。その動きで判断してみるか。かわしてみたら100で200で300で巻きの敵を打ち払う。くじはっ、問答無用、問答無用、テイクセーフ、問答無用、くじせや、問答無用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 。死ね、終わりだ。500年で突破。この程度なら一方問答無用。
大地で。ハルカ、お前はまだ若いな。当たり前ですよ、スズメ先生。そうやって良いです。臨光反撃を。せかしちゃいよ。なんだこの敗北感は。私の辞書に情けと容赦の文字はない。あの人の教えがあれば当然のこと。覚悟を決めろ。拒むのであれば容赦なく斬る。任務開始。イム、お前なら参加してくれるはずだ。鈴音先生、参加とは一体。若さへの不安を吹き飛ばすために飲み語り合う女子会だ。もちろん参加してくれるな。いざ忍び転身。でも僕はまだ若いですから。若い？嘘をつくな。なんか怖い。ウジナさんとはどうしちゃったの？邪魔で終わりだ。問答無用。邪魔な終わりだ。問答無用。テイク宣言すると問答無用。問答この技でほぐる。問答無用。空を駆ける。テイク。問答無用。問答無用。締め終わりだ。問答無用。竜巻よ、敵を打ち払って。問答無用。テイク、邪魔だ。テイク、終わりだ。終わりだ。
りだ。せい。はっ。せい。死ね。しゃ。ゆるすぎるぞ。せい。せい。甘すぎる。すぐに打ち果たしてやろう。未来。命中治療。悪の誇りを舞い掲げます。今悪の誇りを舞い掲げよう。いざ火炎の魂に舞い散れ。今家から黙って私の女子会に参加するんだ。嫌です。僕はまだ若いし、お肌だってまだツルツルだし。誰も女子会に参加してくれないのだ。私の辞書に情けと容赦の文字はない。あの人の教えがあれば当然のこと。何事もノルマが終わってからが本番。任務開始。私が参加してやろうじゃないか、リン。ジャスミン様。共に若さを保つ方法を語り合おうじゃないか。女子会じゃ、女子会じゃ。いざ忍び転身。問答無用。え、500連戦突破、600連戦突破、終わりだ。700連戦、800連戦突破。お前に見切れ。問答無用。
甘すぎる。すぐに打ち果たしてやろう。ジャスミン、いざ聖火の宴に舞い散る。いざ火炎の魂に舞い散れ。なんじゃ、なぜそう不満な顔をしておるんじゃ。ジャスミン様が参加してしまうと、それはもう女子会ではなくなってしまいます。どうしてじゃ。女子会というよりも公民館などで行われているお茶会みたいになってしまい。リーン、わしをババア扱いするとは。どうしてじゃな。申し訳ございません。ですが私は女子会がしたいのです。何もわからずに行くな。これは遊びじゃないよ。空を駆ける。なかなか骨がいいあがいたところで無駄だ。ラスと一緒に決着。こんなこと結局誰も参加してはくれないのだな。私の辞書に情けと容赦の文字はない。居酒屋に行こうかな。今日はもう寝よう。遅いではないかリンさん。もう女子会の準備はできているぞ。ない道寺。どうして。たまにはこうして集まって語り合うのもいい。そう思ったんです。今日の私はとてもラブ&ピースな気分だ。教えがあれば当然のこと。